ブラック・ロックシューターは日本のイラストレーター、フケによってデザインされたキャラクターおよびそれを元にした楽曲・アニメーション TV ゲーム作品である。もともとは、フケが2007年12月26日にピキシーフや自身のブログにおいて発表していた一枚のキャラクターイラストから始まった。注目を集めるきっかけとなったのは、 スーパーセルの量がこのキャラクターに着想を得て、音声合成ソフト、初音ミクを用いた曲を作り、フケが映像をつけて2008年6月13日に、初音ミクがオリジナルを歌ってくれたよ、ブラック、ロックシューターとして動画投稿、サイトニコニコ動画で発表した動画である。ニコニコ動画上では累計の再生数が2008年末までに100万回以上を記録するなど、 曲自体が多大な反響を得るとともに、キャラクターにも注目が集まるようになった。楽曲は、動画とともに、スーパーセルのデビューアルバム、スーパーセルにも収録され、フケのイラストを立体化した、PVC 塗装済み完成品フィギュアが、1、8スケールフィギュアブラック、ロックシューターとして、グッドスマイルカンパニーにより発売されたのを、 はじめキャラクターの商品化も行われるようになった。2010年にはアニメーションが公開され、2011年には、プレイステーションポータブル用として、ゲーム化が決定、同年の8月25日に発売。また、2011年6月に、月刊ヤアングエイスにて、デザインやストーリーをオリジナルのものにした漫画が、連載を開始する。黒髪を左右の長さが異なるツインテールにしており、 左目に青い炎を宿した15歳の少女。腕に毎秒20発の岩石を発射できる大砲、ロックカノンを装備している。イラストやフィギュアのバリエーションとして刀に似た兵器、ブラックブレードや体験を構えたものもある。髪型など用紙が初音ミクに似ていることから初音ミクの派生キャラクターという誤解があるが、初音ミクによる楽曲で有名になったという経緯はある。ものの、 本来は、ボーカロイドとは、無関係である。イラストとして描かれた当初は特に設定などもなく、単に女の子が武器を持っている絵という構想で描かれたものだったという。楽曲の、ブラック、ロックシューターは、フケが描いたイラストに一目ぼれした、スーパーセルのりが、初音ミクを用いてこのキャラクターの楽曲として制作したものである。りはこの曲を、 歌詞を大切にした読む音楽として作ったとしている。ブラック、ロックシューターのイラストは当時スランプに悩んでいたフケが立ち直るきっかけになったイラストでもあるが、フケは量がブラック、ロックシューターのイラストをただ見ただけにもかかわらず、そうしたキャラクターに込めた思いや背景がすべて歌詞に反映された自分のイメージ通りの楽曲が出来上がっていたことに驚いたという。 2008年6月13日に、フケが作成した映像と合わせて、初音ミクがオリジナルを歌ってくれたよ、ブラック、ロックシューターとして、動画投稿、サイトニコニコ動画に投稿、発表され、同年末までに、累計の再生数が100万回を超える人気となった。なお、ブラック、ロックシューターは、このように、 初音ミクをボーカルに用いて作成された曲で有名となったが、経緯を知らないユーザーによる、初音ミクの派生キャラクターとする5人に対応するため、初音ミクを開発元のクリプトンフューチャーメディアが運営する投稿サイトピアプロにおいてはユーザーへの注意を行っており、生みの親であるフケも、BRS はミクではないとクリプトンの警告に付随する形でコメントしている。 ピアプロへのイラストの投稿も当初は禁止されていた同曲は2009年3月4日にソニーミュージックエンタテインメントから発売されたスーパーセルのメジャーデビューアルバムスーパーセルにもすべてレコーディングし直された上で動画と共に収録された2009年9月30日に発売されたアニメのパイロット版を収録したブルーレイ DVD ブラックロックシューター パイロットエディションマイナスには生演奏に初音ミクの追加ライブラリー、初音ミクアペンド開発の中で作られたベータ版を使用した新録音源を収録した音楽 CD が収録されている。また、2009年4月に放送されたブラックロックシューターフィギュアのテレビ CM 曲にも同曲が使用されている。また、太鼓の達人ウィーみんなでパーティー3代目に収録されている。 OVA、テレビアニメともに主人公の黒ゴマトを中心とした現実世界での学校生活を主軸に置かれ、ブラック、ロックシューターたちのいる裏世界での展開が現実世界のマトたちの精神的な動きや言動と並行する形で密接にリンクしているという特徴がある。また、ストーリー全体の展開を理解しないと現実世界と 裏世界の展開のつながりを把握するのが困難であることから視聴したユーザーたちによって全体の展開を納得させるための独自研究が各所でやれている。AG-1 などによるコンテンツ企画プロジェクト、シードプロジェクトの第一作として制作2010年に公開予定とし、これに先立つ形で2009年9月30日に、 パイロット版を収録した DVD ブルーレイディスクと新規音源を収録した CD によるパッケージソフトブラックロックシューターパイロットエディションマイナスが発売された。2010年3月24日には50分の OVA としてリリースされることが発表された。提供の形は7月24日から期間限定で本編すべてが収録された DVD を 雑誌付録にするのをはじめ、店頭、イベント等での DVD の無料配布、ネット上での全編動画配信、上映会の実施など、様々な形態で無料公開を行った。こうした無料展開によって、フィギュアなどの関連商品の売り上げにつなげるほか、パッケージソフトとして特典を付加したブルーレイ版と、 ブルーレイ &DVD 特装版も2010年12月17日に発売された。なお、本編の配布の開始は当初6月25日発売の月刊ホビージャパン8月号からと発表されていたが、制作上の都合から7月24日発売の9月号へ変更された。なお、雑誌の付録はホビージャパン以外にメガミマガジンとアニメディアにも付いたほか、ブラック、 ロックシューター関連のフィギュア製品にも同梱されていた。また、2011年5月2日には、日テレプラスにて、テレビ放送された。パッケージ版には、本編の他に、フケによる、ジャケットイラストの作画の模様を収録した、映像、ブラック、ロックシューターのパペットを用いて、ナイトメアービフォアクリスマス、コララインとボタンの魔女を手掛けたスタッフによって制作。 リンキンパークのジョー・ハーンが音楽を担当したストップモーションムービーとそのメイキング映像、制作発表会で使われたものやトレーラーなどの各種 PV 集が収録されている。あらすじ中学校へ進学した国井とは同じクラスになった高梨読みと親しくなる。一年間を通じて友情を深め合った二人だったが二年生になって違うクラスに分かれ、的に友人が増え始めた頃から、 二人は少しずつすれ違うようになっていく。ある日、読みが学校を欠席していることを気にかけた的はメールや電話をしてみるが、一向に通じない。落ち込む、的の携帯に一通のメールが入るが、それは読みからではなく、母からのものだった。高梨さんが行方不明になり、警察が事情を聞きに来ている。すぐ帰ってきなさいと。同じ頃。この世界とは違う。 どこかの世界で、左目に青い炎を灯し、大型の方を左腕に装着した謎の少女が、何者かと戦いを繰り広げていた。登場人物スタッフ主題歌2011年8月、発表。2012年2月2日より3月まで、フジテレビ、のいたみな枠及びニコニコチャンネルにて放送。全8話の構成は、通常1クール12話前後を基本単位とする。 TV シリーズとしては異色。OVA 版を原作としたリメイク版にあたり、ストーリー上のつながりはないが、基本設定は変更を加えしつつ受け継がれており、新たな登場人物を加えて物語を膨らませるとともに、世界観がより詳しく描写されている。現実世界の人物は主に通常のセルアニメ、裏世界の人物は 3DCG で描かれ、 異世界観を際立たせる演出として機能するとともに、限られた作画労力で最地な造形のキャラクターの活劇を可能とした。荒筋中学校へ進学した国井とは、クラスメートの高梨読みと苗字に興味を持ったことと、お互いに同じ絵本が好きであったことをきっかけに親しくなる。だが、彼女はなかなか的に心を開こうとしない。その原因は、幼なじみの出はいかがりに、 行動や、交友関係を監視、束縛され続けていることにあった。一方、現実世界と異なる、虚の世界では、ブラック、ロックシューターと何者かの戦いが続いていた。登場人物設定は異なっているが、OVA 版の主要な登場人物と、その担当声優は全て引き継いでいる。現実世界の住人、虚の世界の住人現実世界とは別にある。 もう一つの世界。記事の名称はテレビアニメ版公式サイトで確認できるが、作中では明言されていない。現実世界の少女たちの悩みや苦しみが具現化されたもの。ゆうとサヤの話によると、ここの住人は現実世界の人間の心の傷を代わりに受け止めてくれるもう一人の自分であり、思念体。感情を持っておらず、 現実世界の自分の感情を本能として戦っている。死ぬことで、その住人とつながりのある現実世界の住人は、悩みやトラウマから解放される代わりに、それにまつわる記憶の一部を失ってしまうが、思い出せば復活できる。口述する他にも多数の住人が存在することが、ストレングスの階層や、チャリオットとデッドマスターと共に、遺棄されていた。 無数の亡骸から見て取れる。住人はそれぞれ固有の独立した世界のような景観のテリトリーと言うべき領域を有しており、住人たちの生死によって崩壊したり復活したりする。死念体は自身のテリトリーにいる限り現実世界の住人たちからアクセスが可能で、U は自らの意志でストレングスと体を交換し、鞘はブラックゴールド層を ある程度自由に操作することも可能であるが他のテリトリーに入ってしまうとアクセスが不可能になる。また、ほとんどの人間からはその存在すら知覚できない。終盤、ブラック、ロックシューターとして戦う的に勘応して復活した住人たちにより全てのテリトリーが融合した。スタッフ主題歌格はリスト格はのサブタイトル名は全て楽曲、ブラック。 ロックシューターの歌詞の一部から取られている。放送局ニコニコチャンネル、北海道文化放送、富士テレビ2を除くすべての放送局で、ノイタミな枠台一部としての放送作品となる。プレイステーションポータブル用ロールプレイイングゲームとして、イメージエポックが開発、2011年8月25日発売。スタッフ、声優ともアニメとは相違がある。 ストーリーもアニメ版などと異なり、ブラック、ロックシューターの設定が滅亡の危機にある人類の最終兵器となっている。本作では、デッドマスターは登場しないが、死神を模した同盟のアーマメントが登場している。また、ストレングスも同様に登場しないが、ナフェのデザインモデルとなっている。通常版のほか、フィグマなどを同梱した限定版も同時発売した。 アラスジ西暦2032年、地球は異星人からの侵略に遭い、滅亡の危機に瀕していた。人類は英知を結集し、最終兵器、ブラック、ロックシューターを完成させる。それから19年経った、西暦2051年、最終兵器である彼女が目覚めた時、人類はわずか12人しか生存していなかった。登場人物この項目では、漫画雑誌、月刊、 コンプティークで連載中の漫画版の内容も含める。メカニックスタッフ主題歌公式サイトミニゲーム、イベント公式サイトで実施されたミニゲームおよびイベント。登場するキャラは BRS、グレー、ナフェの3名で、BRS トーク以外のイラストは、プチッとロックシュータのチャンシーオーが担当。2011年3月9日、ニコニコ動画をプラットフォームとした。 ソーシャルアプリケーションサービス、ニコニコアプリにて開始されたソーシャルゲーム形式の RPG。プレイヤーが自分のアバターを作り、他のユーザーと遊ぶ形式となっている。キャラクターイラストはチャン CEO オーンが担当。2012年8月15日午前10時にニコニコポイントにて購入可能なアイテムの販売が停止され。 9月12日午後4時をもってこのアプリのサービスが終了した。あらすじ宇宙のどこかに存在する、プチッと星。ここには、そのものと結ばれし、もの、全宇宙を滑るべしと歌われた伝説の存在、グレートプチッと星人がいるという。その伝説を追い、数多くのバウンティーハンターたちが星に集まった。彼らは時には争い、時には協力しながら、プチッと星の謎を追う。 ゲームモードコラボレーション対応機種推奨動作、環境 APP 価格新しい、ブラック、ロックシューターを制作するプロジェクトとして2012年11月21日より、サービスが開始された、フィーチャーフォンスマートフォン対応のモバイルゲーム。基本料金は無料。理由は、非公開だが、2013年6月28日と、わずか半年ほどで、サービス終了となり、その間、 行われた期間イベントもわずか二つに止まっている。夢の世界で BRS に語りかけられる。主人公は友人に紹介されたネットでよく当たるタロット占いのホームページアルカナの裏サイトで発見した謎のゲームをプレイヤーとして攻略していく。22のアルカナ属性に振り分けられたキャラクターカードを編成、強化して進める RPG で1日の運勢によって 特定アルカナの能力値が上がるというシステムとなっている。登場人物本作で、ブラック、ロックシューター以外のシリーズ定番キャラクターの愛称や2つ、名が初めて掲示された。現実世界のプレイヤーアルカナの戦士アルカナの戦士、征罰者探索中に遭遇する、レードボス。かつて BRS らと同じ世界の住民が落ちた、慣れの果て。擁護対応機種アンドロイド推奨動作。 環境 APP 価格フィギュア、ネンドロイドが作品の枠を超えて共演するクロスオーバーの作品。ブラック、ロックシューター、デッドマスター、ブラックゴールドソーが参戦。声付きでの出演だが、ブラックゴールドソーの担当声優名は公表されていない。角川書店発行の4コマ漫画雑誌、4コマアナのエースにおいて、ボリューム1からボリューム10まで連載された。作者はリンゴ。 最終話は単行本の方が動詞ボリューム10より5日早く掲載されるという変則的なものとなった。この作品におけるブラック・ロックシューターはロックちゃんという名でに等身の幼女になっている。内容は主に季節ネタを題材としたコメディ風となっている。世界観登場人物が暮らしているのはどこかにある。ほとんどが岩でできているという世界。 そうした世界の作りのために、食料は何らかの方法で別世界から取り寄せている。また、理由は明かされないが、この世界の子供は、成長が極端に遅く、中には一生子供のままという特性がある。登場人物単行本2012年2月4日、発売、ISBN978 から40億4120万1428角川書店発行の漫画雑誌。 ヤングエースにおいて2011年7月号より2012年6月号まで連載された。作者は鈴木さざ奈美。この作品では大話をシーンと表現している。あらすじ天国と地獄の狭間の世界、狭間の掃除やブラックスターの少女、ロックは、狭間の住人、ロンと共に迷い込んだ死者の魂、淀みを浄化する日々に明け暮れていた。そんな彼女らの前に、 魂の姿に戻ったヨドミを喰らうブラックスター・デッドが現れたのを皮切りにロックの瞳に映る世界は徐々に変わっていく。登場人物、ブラックスター・ハザマに迷い込んだ魂を浄化するために戦う少女たち。本来はハザマの住人によって管理されていたヨドミの魂であり、人だった頃の記憶は消えている。それゆえにハザマの住人らの中には、 道具のような扱いをする者も,も少なくなく、感情など不要とまで考える者も,もいる。共通として、身につけた衣類のどこかに必ずマークがあり、戦闘時は固めに、瞳と同じ色の炎が灯る。狭間の十二人,人間に近い者も,もいれば、動植物や表現をしづらい、様々な姿をしている者も,もいる。シーン、六に、同作者の作品、悪敷に登場した後が、 人間の子供として出演している。単行本2011年11月4日発売 ISBN978 から40億4120万4522011年12月28日発売 ISBN978 から40億4120万4692012年6月4日発売 ISBN 978から4から04から12284から五角川書店発行の漫画雑誌月刊コンプティークにおいて2011年9月号から2012年9月号まで連載された。作者は TNSK。登場人物単行本2012年2月10日発売。 ISBN 978から4から04から12126から82012年9月26日発売 ISBN 978から4から04から12400から9エンターブレイン発行のアンソロジー4コマコミック2012年2月6日発売 ISBN 978から4から04から727803から 2012年3月24日発売 ISBN 978から4から04から728020から5ありがとうございます